こちら、高級感があって人目を引くデザインはインテリアとしてもグッド。 CD プレイヤーを紹介します。はい、本番いきます。結構おしゃれかもしれません。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はいというわけでデジャブ感がある方はありがとうございます。こちら以前紹介した CD プレイヤーを再構成してお届けします。というわけでフルスイッチ式 CD プレイヤー、今回はですね使い方と合わせてご紹介していきたいと思います。はいというわけでですねこの CD プレイヤーおしゃれなんですがちょっと特殊な使い方をしますのでご紹介していきたいと思います。まずこちら電源なんですけども、本体のですねここにコードがついております。コンセントに関しては USB に付属のこちらをつけまして電源コンセントに挿します。そうしますとですね本体に電源供給がされます。そしてここからが注目なんですが、この CD ですね音源入ってますのでセットします。でここを引きます。はい音が鳴りました。はいというわけで音が鳴りました。止めます。このですね線を引くことによって電源オンオフが切り替え可能となっております。ここにですねいろんなついております。もしくは付属のリモコンで操作することも可能です。モードがあります。今 CD です。そして1回押すとはい USB、 続きまして SD。はい、こちらがですね、電源ボタン。Bluetooth 接続する際はこちら。USB、SD カード。で、FM ラジオに CD プレイヤー。リピートするときはこちらを押します。で、AB 機能のリピートはこちら。音声、再生、ストップ。ボリュームのプラス、マイナス。前の曲、次の曲。時計表示、AUX に関しては、こちらのコードを使う際に使います。電池に関しては、単4電池が2本必要となっております。例えば、USB。はい、CD、はい、SD、はい、FM ラジオ、はい、というですね、切り替えもリモコンで切り替えることが簡単にできます。続きまして CD の種類ですね。 CD 再生できるからといって全部の CD がですね再生できるというわけではありません。監督ですね一回こちらにデータ入れたんですけども再生ができませんでした。それはなぜかと言いますと、この CD プレイヤー再生できるものが決まっておりまして CD、CDR、CDRW、MP3、WMA この様式でなければ再生することができません。続きまして他の媒体で再生してみたいと思います。まずはですね USB。 うわーちょっと待って、線が。はい、まずはですね、USB。接続端子はこの電源の裏側、こちらにセットします。はい、つけました。さあ、USB と認識しました。はい、直結すぐ再生されます。こちらでストップすることもできます。続きまして、マイクロ SD。こちらにも音源が入っておりまして、同じく USB の隣にあります、この SD のところに差し込みます。上と下ありますので、お気をつけください。はい、つけました。はい、SD カードでも再生できます。AUX 端子があります。ということはですね、はい、例えばですね、今回はちょっとスマホでやってみたいと思います。スマホのですね、端子に 3.5 のオーディオプラグですね。はい、こちらをですね、差し込みまして、本体この CD プレイヤーのこの真ん中のところの差し込み口がありますので、セットします。で、あとはこのスマートフォン側で AU、これですね、再生していきたいと思います。ちょっと滑る。スタート。はい、スマートフォンの音量ゲージでも上げたり下げたりすることができます。あとはですねもうこういうコード煩わしいって方はスマートフォンのですね Bluetooth 機能を使います。ここをオンにします。はい Blue と書かれていますものですね。はい、こちらに CD プレイヤーと出ますのでこちらを選択します。再生プレイヤーから再生ボタンを押します。はい、聞こえました。スマートフォン側からでもですね、音を上げることができますし、この本体のところからでも上げることができます。こちらの CD プレイヤーなんですが、1曲の中でこの箇所とこの箇所の間だけをリピートしたいというですね、それを叶えてくれます。で、方法はですね、まず CD を再生します。はい、ここのですね、AB ボタンを押します。で、Repeat start. スタートしました。で、ここで切る。はい。Repeat. そうすることで、はい、切れる。で、スタートして戻る。AB 機能を1回押して、スタート。そして止めたいところで、AB を押す。そうすると、その間の曲を再生することができます。これめっちゃおすすめです。進む、戻る、音量上げる、下げる、そしてモードの切り替え。この5つの操作は本体でできます。それ以外に関しては、このリモコンを使う必要がありますので、これはなくさないようにしてください。あとですね、本体にこういったものも含まれております。こちらデスクスタンドと言いまして、このくぼみにですね、CD をセットして、あとは背中の部分を変えて、角度を決めることができます。使わないときはですね、こちらこういった形で細くすることができます。くぼみのところに乗せます。そしてあとは床に置くことができます。高さ調整とかね、部分に関しては平たく置いたり傾斜をつけたりすることもできます。本体の注意点としましては、これを剥がすと、これレンズ部分がありますので、ここはですね、もうできるだけ手を触れないようにしてください。もし触れてしまいましたら、レンズクリーナーと柔らかい布で拭いてください。ここがですね、汚くなってしまいますと CD が再生されない場合がありますので、ご注意ください。はい、じゃあ最後にですね、こちら壁掛けのですね、設置方法をやっていきたいと思います。なおですね、監督、こちらの壁に関しては、賃貸の家なので、壁にですね、こいつを打ち付けることができませんので、今回ですね、ベッドに板を買ってきました。ダイソーで買ってきたこちらの板にこの CD プレイヤーをつけていきたいと思います。はい、こちらウォールマウントプレートというものが中に付属しております。そしてこのネジ関係が入っております。中を見ますとですね、この3つの種類が入っておりました。監督説明書見たんですが、この2つに関してはちょっと使い方がわからなかったので、今回はこのネジのタイプですね、こちらでつけていきたいと思います。こちらなんですが、一回監督間違ったんですが、こちら側でつけてください。いろいろ調べたところですね、このネジはですね、4箇所止めちゃうと止まんなくなります。ここで出っ張ってね、干渉しちゃうんでつけれません。へこんだところのネジ穴をネジで止めます。これくらいの板だとこうやって貫通しちゃうので、これくらいの厚さがあるところにつけてください。空き部分があるところを下にして、そば垂直にセットして下げます。そうするとつくことになります。揺らしても全然大丈夫です。いきます。はい、つきました。はい、曲が再生されました。壁に穴を開けるのが嫌な人はですね、白いね、こういったボードを買って立てかけるだけでね、壁を傷つけずにね、こちら今回 CD プレイヤーを紹介させていただきました。なぜですね、この CD プレイヤー2回目、作ったかと言いますと、コメント欄で視聴者さんがいたからです。今この解決できるところとしましては、1人目がですね、購入を検討しているのですが、音質や CD の回っている音など気になったりしますか？今現在音再生してないで CD が回ってます。ただ、耳元で聞くと、確かにサーっていう音は聞こえるのですが、音楽をつけちゃいますと、全く気になりません。で、あと音質なんですが、重低音を聞くスピーカーと比べたら、やっぱ全然違いますけども、部屋で聞く分に関しては問題ないかと思います。ただ、音楽にこだわりがあるぞ。もうヘッドホンとか、ライブ会場とかの音楽をこれに期待しちゃダメです。続きまして、2人目がですね、動画を拝見させていただきまして、いいなと思ったので、購入してみようと思うのですが、壁への付け方がいまいちわからなくて、説明動画など上げていただけると大変嬉しく思います。ちょっとこれはですね、どう使うかわからなかったです。ネジを2本奥に深い部分に差し込みまして、あとはグリグリ回して壁にカタッてセットすればいいかと思います。ちなみにこのウォールマウントに関しては、本体1個買ったら1個つきます。その部屋移動でこれを持ってってカタッてつけたい場合は2つ買う必要がありますので、ご注意ください。はい、最後に3つ目、こちらの方は3つ質問がありまして、購入したんですがリモコンの電池を入れたのに動かない。そういった場合考えられますのが、一旦こいつ電源を落としますね。リモコンですね、電源ボタンを押します。反応がありません。なぜかと言いますと、こいつがね、もう特殊仕様でして、この紐を引っ張らないと再生しませんので、あれ電源何回押してもつかないなって思う方はこれ引いてください。そうしますと液晶ディスプレイに画面出ますので、これで紐引いて、この液晶ディスプレイ表示がですね、映らなければ故障している可能性がありますので、その際はメーカーにお問い合わせください。はい、2つ目の質問がですね、毎回電源をつけた瞬間爆音で流れる。というわけでこちらもですね、監督テストしてみました。ところですね、電源に関しては、一回見ていただきたいのですが、はい、電源入れます。はい、で、ここ、今 CD 再生されます。で、音が出ました。はい。お分かりの通りですね、最初10のボリュームで鳴っております。もう再生ボタンを押したらリモコンのですねこのプラスマイナスボタンバババババーって押すか、もしくはこの本体の部分のこのマイナスをバババって押すしかありません。ちなみに音量がですねマックスで、はい、音量最大30となっております。実際ちなみに監督これ使ったのが外なんですけども、まあすごいね、広い場所だったらあんま聞こえませんでした。部屋だともう30あればもう爆音です。はい、で最後に壁の付け方が不明。はい、こちらもですね、先ほどご案内しました通りですね、今回はですね、この板でやったのですが、壁に付けるときは壁に穴を開ける必要性があります。壁穴開けるのちょっと嫌だなっていう方はですね、これを使ったりですとか、あとはこういった板を買いまして、ちょっと壁に立てかけるみたいな感じにした方がいいかと思います。ちなみに立てかけてみますと、まあ、これままやったら倒れちゃいます。なので押さえてこうやってやる分には問題ないかと思います。はい、あー結構おしゃれかもしれませんね。ただこの紐に関しては垂直に下ろすので、まあ、ここに垂れ下がってる形でおりゃここなんか白いボードにして上は上でなんか物を置いてありかもしれませんね。まあ、これをね支える何かをここにガチャってつけなければなりませんけども。はい、というわけでですね、こちらの CD プレイヤーめちゃくちゃおすすめですね。ぜひ興味がある方は購入してみてはいかがでしょうか。監督一番この CD プレイヤーでいいところはですね、多種多様なデバイスで音楽が聴けることですね。 CD はもちろんのこと、こういったこのコードが入ってますので、例えば iPad ですとか iPod ですとかをつなげて、音楽を聴くことができる。あとスマートフォンの Bluetooth でもう線をなしで、飛ばすことができる。マイクロ SD とあと USB の音楽も聴けるといったところ、電源さえ確保できれば FM ラジオも聴けたりします。あと意外と嬉しいこの AB パートのリピート機能ね、これもですね別に操作簡単です。この AB を押すとスタート地点、そしてまた AB を押すと終了地点になりますので、自分がこの曲のこの歌い出しが好きとかねあれば、この AB 機能を使って聴くのもありかと思います。ただですねこちらなんですが、監督前回の動画でも伝えたのですが、 CD をですね防護するものがありませんので、その環境によってはホコリが入ったりするので、なんかカバーとかね、はい、約5000円ぐらいで買えるこの CD プレイヤーめちゃくちゃおすすめですので、いいなと思ったら概要欄にリンク、2021年版かな、ぜひ見ていただければなと思います。はい、というわけでですね、この監督ラボでは、自分が好きな動画やおすすめしたい、共有したい動画をお届けしておりますので、ぜひですね今最後までご覧いただきました方で、登録まだの方はチャンネル登録を押していただきますとありがたいと思います。ではまた次の動画で会いましょう。